こんばんは、ジンです。今日は雲が多かったけど、割と晴れてたから、昨日晴れたら散歩にまたって言ってたけど、今日は散歩と、あといい加減食料の買い物っていうのもしないといけなくて、買い物にも行ってきた。散歩自体は楽しめたかといったらそうでもないわね。っていうか、何を楽しめばいいのか分かんなくて徘徊してるって感じ。晴れ間で暖かいのがちょっと気持ちよかったりはしたけど、そんな感じかな。買い物はやっぱり何を買えばいいのかわからなくて、千代子がいつも買い物のメモを LINE の連絡ノートにしてたのよね。だからそれを見れば普段どんな買い物をしてたかっていうのは分かったんだけど、でも私が同じものを買ってもどう料理したらいいか分かんないのよね。千代子はこれを作るためにこれが必要って買ってるわけじゃない。私はそれで何が作れるのかが分かんないから、とりあえず今日は今までに料理で使ったような食材、それだけ買ったわね。でもそれもやっぱりどれくらいで野菜とかどれくらいで使い切らないといけないとかわかんないから、正直今回の買い物がうまくできてるとは思えなくて不安が強いかも。千代子がずっと毎日の行動記録っていうのをノートにつけてて、何時に起きて何時に食事を作ってとかっていう毎日の行動記録をずっとノートにつけてたのね。それはいずに千代子とかが普段どんな生活してるかが分かるようにって始めたんだけど、今日それ見てたらね、週1回とか2回ぐらいで床の拭き掃除っていうのがあって、そういえばこの状況になってから私掃除っていうのをやってないなと思って、まあそれでとりあえずやってみたのよ。フローリングワイパーで部屋中拭いて回ったっていうだけなんだけど、もうね、リビングと
台所だけ拭いてもすっごい汚くて、パッと見でそんなに汚れてる感はなかったんだけど、やっぱ目に見えないぐらいの埃が積もってるみたいな。で、中だとそもそも掃除なんか必要ないし、私もあんまり、目に見えて汚れてるっていうのがなかったから、そんなに重要に思ってなかったんだけど、でもやってみたらめちゃくちゃ汚かったから、彼氏にも申し訳なかったわね。千代子っていつも何するのも中に宣言してからするの。何時になったので今から何をしますとか、料理中とかでも人参の皮を剥きますとか、風呂とかでもシャンプーをしますとか、ずっとそんな感じで、表で一言も喋ってなくても常に中に宣言っていうか報告っていうかしてて、で、変な子ねって思ってたんだけど、でも私もずっと表の近くにいるわけじゃないから、だからたまに見るたんびにいつも言ってるなっていう感じで思ってたけど、なんだかんだそうやって千代子が、まずこれしてその次これしてって全部言ってるのを聞いてたから、今できることっていうのもあるのよね。実際千代子がそれを意識してそうしてたのか、単にそういう癖、単に変な子なのかは分かんないけど、でも少なくとも今はそれにだいぶ助けられてるかなっていう気はするかな。もっとちゃんと聞いとけばよかったと思うことも多いんだけど、今日でね、もう14日はね、丸2週間なのね。本当にいつまでこんな感じなのか。いつまでこんな感じなのか全然わかんないから、正直不安しかないって感じね。私もいい加減観念してこっちに馴染むようにする方がいいんじゃないかって、そうするべきじゃないかっていう考えは
あるの。でもやっぱりまだ怖いのよね。私がこっちにいて全部成立しちゃったら余計に元に戻らなくなるんじゃないかとか、元に戻った後統合しにくくなるんじゃないかとかね。だから私もどうするのがいいのか本当に分かんないのよ。2週間考えても、ただただ中に戻りたいし、お嬢さんに会いたいわ。じゃあ今日はそんな感じでした。ジンでした。